だろうか。大逆転監督の戦力、推しが話題。プドール監督は、選手の序列は過去だけに基づいてはならない。過去に生きるのではなく、現在を見る必要があるとして、鎌田は総力もプレイの質もある完璧な選手だ。フランクフルトではトップ下でも中盤でもプレイしていた。そのプレイは、以前のスタイルよりも私のサッカーに合う。彼には私の好みにある重要な資質がいくつもあるし、前向きに捉えている。あとは、ピッチで見てみようと話し、さっき監督時代とは全く違う評価が与えられ、起用の可能性も高まっている模様だ。鎌田はクオリティは間違いないから、システムと使い方がフィットすれば活躍してくれるはず。ただ、鎌田自身にも問題あるからな。きっかけになれば良いが、彼自身プレイの質を高めないと監督変わっても無理。素晴らしい監督だ。南野が良い例だが、監督次第で選手は変わる。上司はマネジメント能力が重要です。滝が監督次第で180度変われること証明してるんだから、鎌田も頑張ってくれ。その新監督もいつまでいるかわからんし、夏には移籍した方がいいだろう。そもそも性格的にもプレイ的にもイタリアに合ってない。落ちるとこまで落ちた。だからやれるだけやってみるしかないな。実力あるので使わない手はないよね。今季のサッピのサッカーを見ていて解任も当然と思っていたが、結果自ら辞任した。鎌田は代表から呼ばれていないが、難しい時期が続いていたから呼べなかったと言った方が正しいと思う。代表クラスであることは間違いないし、新しい監督のサッカーにフィットすることを願う。ここから巻き返せたら鎌田の契約更新もありえるね。 3-4-2-1 ならフランクフルトでもやってたし、後ろを気にせず鎌田の良さが出せるシステムだからうまくいくといいね。ご視聴ありがとうございました。このチャンネルでは日本人選手中心に毎日投稿しています。次の動画も面白いのでぜひご視聴ください。